沖縄手帳発行人の時間。海の彼方発行人の時間第316回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらうちなーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、ぐすうよ中がらびら沖縄手帳発行人の前城徳七です。沖縄も季節暦で言えば今真冬なんですけど、はい、その沖縄季節暦から言うと23日までが真冬なんですよ。明日ですね、はい、で24日からは早春、早い春に入るということになってます。やがて春ですね、はい、でも早春の前はねちょっとだけ、まあ、春の兆しが感じられるということで寒の戻りがよくあるんですよ。で沖縄の場合はそれが3月の半ばまで続いてその後、はい、いわゆる任勝梶間合、はい、もう春の荒れ、海が荒れるシーズンが来てその後に暖かい春、早春というのが来るということになってます。旧暦の2月だから3月ですね。はいはいはい、そう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 、私も今日、昨日も今日も泳いできたんですけど、ちょっとだけ冷たいんです。ちょっとだけ、はい、はい、でも風がなければ大丈夫なんですよね、はいはいはい、あ今日は風はそんなにはないですよね、はい、でもちょっと冷たいんで、あと2、3週間予報を見てもあと2、3日経つとだんだん温度上がってくるみたいですから、はいはい、はい、あそうみたいですね、はい、春近しということで楽しみにしています。すごい、もう今日泳げたらもう1年勝ったみたいな感じですね。そう最初のチャレンジで、はい、一番寒い冬のシーズンを乗り越えれば、はい、何か良かったかなと思いますね。すごい、いやこれはすごいことだと思います。でさっき番組の前にゆきさんと話してあったんですけど、はい、早春風っていう本土の歌がありますよ ね、うん、ね、春は名のみの風の寒さやというのがありましたね。これだってこの時期だなと思いましたね、うん、そうですね、うん、春は名前だけで風はまだ冷たいよと、はい、で私が知らなかったのはこの3番にですねこんなのがあったんですよ。春と聞かねば柱でありしよう、聞かせばせかれる胸の思い、いかにせよとこの頃か、いかにせよとこの頃かというのがあるらしいですよ。聞けばせかるる胸の思いを、そうそう、春が来たんだよということを知ってなければそんなに春ということで心が騒がなかったはずなのに、この胸のさ胸のとよめきをどうしようかなというような感じの歌ですね、うん、どうしてくれる、はい、冬から春にだんだん近づいていくシーズンです。これにイメージが似たような歌が沖縄ないかなということで、ゆきさんと一緒にちょっと探してみようかと思います。そうですね、何かありそうですね、はい、来週あたりね、できればいいなと思います、ね、はい、ちょっと頭が冴えた時に考えたいと思います。はい、頭冴えてください。はい、では今日も沖縄を愛する国大使をお送りします。あとはね、インターンで大阪から何さんでしたかね、うん、吉岡さん、吉岡、はい、このみっちゃいしうくいさびらこの番組難しいかもしれないです。沖縄のね、うん、専門番組です ね、ちょっとマイナーの番組でも本当に沖縄に詳しくなれる番組なので、この沖縄手帳をね作った人なんですよ、この方がね、はい
3人で今日はお送りします。来週もいるの？来週はないかな。あ、来週もいますよね。あ、そう。あ、じゃあ後で沖縄手帳を持っていきましょう。おー、よかったですね。ねえ、沖縄の土産にね。ここにある。まあ後で、はい。はい、ではよろしくお願いします。はい、さて番組を通してマジュン沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ、ティーチ今日の暦、ターチ前回の振り返り、ミーチ今日クイズはないですね。はい、はい、メインコーナー沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com です。また YouTube ライブとツイキャスで映像と音声もネット配信しています。FM 宜野湾のホームページからも見れます。そして同時放送もお送りしております。リッスンラジオまたはマイチューナーなどで聞けます。全国のラジオ局から FM 宜野湾を選んで聞いてください。こちらも FM 宜野湾のホームページにも再生ボタンがあります。こちらは完全にラジオと同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は三印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳からうんぬきやびら、今日は2月22日火曜日です。旧暦は1月22日。日の絵馬仏滅。今日の過去の出来事など、今日は猫の日、竹島の日、そして1956年の今日、野国総監の墓県指定史跡に。以上です。沖縄季節暦では真冬です。今日はですね、先週の続きをやりたいなと思っています。はい、先週やら長病、はい、元琉球政府主席、初代沖縄県知事だった屋良長病が亡くなったのが1997年の2月14日なんですよね。この方が復帰の前、前後の8年間沖縄の主席と沖縄の知事を務めたわけですけど、その後を振り返ってみたいなと思います。はい、前回はですね、この屋良さんは読谷村の方なんですけど、そこで生まれて教育者としての道を歩んでいくということを話したわけですね。で、彼のやった仕事で最も大きかったのは、戦災で、戦争で沖縄のほとんどの学校の校舎がなくなったわけですよね。それでスクラップの小屋と言いますか、あるいは青空学校をしていたわけです。スクラップといっても本当に見るに耐えないような、馬小屋よりも粗末なところなんですね。ところが沖縄を支配していた米軍はなかなかそこに予算を振り向けてくれないということで、片腕だったキャン・シン・エイさん、後に国会議員になりますけど、彼と一緒に全国行脚をして、各地の教育関係者を訪問して募金を募るということをしたわけですね。すごいですよね。はい、47都道府県全部歩いたらしいんです。ただ日本政府はいろいろ事情もあったりして、米軍に遠慮したりして、補助金をなかなか出さないわけですね。それではしょうがないんで、学校の生徒たちに沖縄の実情を伝えて、一人1円というような形での募金を募っていって、やっとそれが、6000万だったかなぐらいにたまるんですよね。で、たまたまその時に屋良長病さんの子供が10秒で病院に入院しまして、その連絡を受けて沖縄に帰るわけですけど、
まあ、幸い子どもの病気は治ったんですけど、もう一度本土に渡ろうとすると米軍が渡航許可を出さないと、うん、いうことが起きるわけですね、うん、結局この屋良さんたちが沖縄の実情を訴えていくというのが逆にソ連側とかから利用されていると、米軍が支配している沖縄でこんなひどいことがあるんだということを知らしめているんだと、だからあなたは赤の手先になっていると、だから許可しないとなったわけですね。でさらにこの屋良長兵衛たちが集めてきた5000万の募金についても一切校舎建築に使うのは許可しない。結局校舎建築にそのお金を使うとアメリカ軍のメンツが立たないということです。でしょうがないんで、それを学校の備品用品として使うと、じゃあアメリカは責任を持って校舎を作ってくれと、で米軍は校舎を作るというふうに約束したんですけど、ほとんど3分の1もやらなかったという状況の中で、沖縄では屋良さんは教職委員会の会長になって、沖縄の祖国復帰運動の先頭に立っていくわけですね。でそれと同時に、当時行政主席、今の県知事にあたる行政のトップは米軍からの任命制だったんですけど、その主席を選挙で選ぶと、主席公選っていうんですけど、この選挙で選ぶことを実現するという運動にも立ち上がりまして、ようやくそれが実を結んで初めての主席公選、選挙で選ぶというのが行われることになったわけです。それが1868年の11月の10日なんですね。で最初屋良さんはこれに出るというつもりはなかったらしいんですけど、この主席、ちょっと話がくどくなっちゃうんだけど、主席公選のこの年は三大選挙というふうに言われまして、主席公選の選挙、それから那覇市長の選挙、琉球立法院の選挙、この3つの日が選挙が同じ11月10日に行われるということで、当時三大選挙といって随分注目されたわけですけどね。それを勝っていくためには、祖国復帰運動を主導していた革新陣営としてはですね、どうしてもこの主席は勝ちたいと、そのためには保守側は、自民党側は時期は復帰はまだ時期尚早と捉えてたわけです。で一方革新側は即時復帰と、意見が全く食い違ったわけですね。で復帰を進めるためにはどうしてもこの選挙に勝ちたいということで生まれたのが沖縄独自のといいますか、革新統一候補と革新共闘という、革新共同共闘、一緒に戦いましょうということで、それぞれの党からバラバラに候補者を出すんじゃなくて一人にまとめましょうと、まあ、今の日本の国会を見てるとイメージがつくんですけど、その元となる姿というのが沖縄にできたんです。その形が革新共闘スタイルという方式ですね。そして、政府保守側は民主党と自民党があったんですが、これ合同して沖縄自民党になって一本化していったわけですね。で革新の方は、人民党、社会党、社大党とか、いくつかの政党に分かれていて、それぞれが意見が食い違ってたわけです。だからそれぞれから候補者を出すととてもじゃないけど勝てないわけですね。今先週の振り返りですこの話してました。してなかったかな。分かる。ちょっと今ついていけなくなりました。分かります。吉岡さん、ところどころ分かる。あ、すごいすごいすごい。はい、まあ去年話したんだけど、これが今 の国会で戦われている野党共闘をどうするかとは全く売り二つなんで、なんかね、聞いたことあるような、はいはい、ね、今 もう構図になってますよね。ちょっとこの番組 の CM を先に入れさせてもらってもいいですか。はい、はい、この番組、ですね、再放送は2月27日日曜日になります。では一旦 CM で CM 挟んで、また先週の振り返りに行きたいと思います。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、人
待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。はい、先週の振り返りのそうですけど、はい、ちょっとあの話が踏み込んでしまいましたね先週から屋良長病さんのことを話題にしております。はいはい、そうそう、先週は前半の教職員時代、教員時代の話を主にやったんですね。そしてあの首席高専の時に屋良さんはその時に生まれた革新共闘統一候補というスタイルで選挙に臨むわけなんですね。そしてその結果、沖縄の選挙の投票率ではあの最高記録 89.11% というあのとても考えられない投票率、うん、今はよくても 60% 台、この前の長崎最近やったのが 30% いかなかったんじゃないかな、うん、あのめちゃくちゃ高い投票率で屋良さんが当選をしていくわけなんですね。でその時屋良さんは自分の日記にはあの自分のことをに同情しているわけですね。こんな大変な時期に行政のトップになるということは自分はかわいそうだみたいなことを書いてるわけです。で沖縄にいる人たちにとっては屋良さん、屋良主席のイメージはあの苦悩の人なんですね、はい、いつもあの悩んでいて板挟みにあって眉間に縦のシワを出してると、いかにも悩んでいるという素振りを見せるっていう、これが屋良さんの、うん、イメージなんですよ。この眉間の縦じわっていうのがトレードマーク、それだけ苦悩が深い時期にいたという人なんです、はい、でこの番組ではその屋良さん の, この縦じわがあの最も大きく刻まれたのはいつなのかなということで、3つぐらい事件を取り上げてみたんですよね、はい、それをさっと説明していきたいと思うんですけど、あ、はい、今日はじゃあそれがメインになりますかね。はい、屋良主席の苦悩の縦じわはこの時に、最も大きかったというような感じですね。はい、ちょっとじゃあ一応タイトルを言います、うん、1997年2月14日元琉球政府主席屋良長病没。はい、あの屋良さんが先週からの続きです、はい、教員から政治家になると、で主席になったというお話をしました。それが1968年の11月10日の選挙で、選ばれたわけなんですね。そして就任は12月の1日の予定だったんですよ、ね、ところがその間に大事件が起きてしまったわけです。主席選挙が11月10日に終わってその9日後、つまり11月の19日なんですけど、あのとんでもない大事件が起きてしまったわけですね。で何かというと、あの沖縄から当時ベトナムに B-52 という戦略爆撃が出撃していたんですよね。でそこで、北ベトナムに対する爆撃をどんどん行っていたわけです。これは県民がとても不安を持っていたわけですね。沖縄がベトナム戦争の出撃基地になっているわけですから、あのいつ相手方から攻撃を受けてもあの文句は言えないわけですね、まあ、北ベトナムだからそういう力はないだろうという見ていたわけですね。でもそれがソ連とか中国の後押しを受けると沖縄も攻撃されても何も不思議はないという状況にあったわけなんです。そういう状況の中で沖縄ではこの戦略爆撃機 B-52 を撤去させろという運動が起きるわけです。もともと沖縄にあったんじゃなくてグアムにあったやつが台風避難を名目にして嘉手納基地に来るようになって、
ずっと嘉手納からあの北ベトナムに出撃していくと、まあ、名目で来たのは台風ですけど、実際は、グアムから行くのと沖縄から行くのではあの旅行時間というか思考時間が全く異なりますから、どうしても沖縄から出撃したかったわけですよね。それがその爆撃機がですね、あの毎日数十機飛んでいくわけですよね。この11月19日の未明ですね、早朝にあの20トンの 爆弾を積んだ B52 が一旦カジナを離陸して、その後墜落するんです。すぐ墜落をして、あの爆発炎上するわけですね。それはカジナ基地 あのフェンスのすぐ近くなんですね。でさらに、爆発炎上した地点から100メートル離れたところにはなんと核爆弾の集落があったわけですね。だからまかり間違うと、この核兵器、核爆弾を収納している収納庫にがあの爆発してもおかしくないという状況にあったわけですね。100メートル、わずか100メートルしか離れていかった、はい、でもうちょっと離れると民家が広がっていたわけですね。で民家のところでは爆発しなかったんですけど、あのすごい爆風でですね、周りの屋根とかガラスがみんな吹き飛んでしまう。やっぱり沖縄の人たちはみんなびっくりしてね、最初思ったのは戦争が始まったんだと思ったらしいんです。いつ攻撃されるかもわからない、敵の基地を爆撃しているわけですから、そこが襲撃されても不思議はないという不安を持っていたわけですけど、最初はパニックでね、これはベトナム軍とか中国とかそういうところが攻めてきたんじゃないかというふうに思ったらしいんです。でこの日にですね、すぐ嘉手納町はあの B52 爆撃の即時撤去を求める村民大会を開くんですね。で、立法院でもですね、これ自民党も含めて全ての議会が一致をして B52 の撤去決議を行うわけですね。行っていたんですよ事前に、はい、そういう中でこの B52 の、 あの爆発炎上事件が起きたわけです。ですぐに、嘉手納基地では抗議大会を開きまして、嘉手納村ではですね、で、全県で、12月7日ですけど、あの命を守る県民共闘会議というのが発足をして、14日には県民総決起大会が開かれるということになったわけですね。そしてところがですね、この問題について米軍に抗議するんですけど、米軍は一切抗議を受け付けないわけですね。むしろ米軍のパイロットが自分の命を犠牲にして民間地に降りなかったということについて皆さんは敬意を表すべきであるみたいなというわけですね。今でも同じような発言がよく出てきますね、はい、なんか聞いたことある、はいはい、最近でもね、あちこちでヘリコプターが落ちるときに米軍からそういうふうな発言が飛び出てくるんですよね、うんうん、で日本政府は当然これはもうアメリカ軍のことだから何も言えないということで知らんふりをするわけですね。でこの時に沖縄側は非常に腹を立てまして、何度も抗議しても聞いてくれないと、このままだったらいつまた爆発が起きるかもしれないし、核爆弾が爆発したらもう沖縄は全滅になるわけですね、うん、そういう恐怖の中で B52 撤去、原子力性質時間機構阻止、一切の核兵器撤去というのを歌ってきたわけですね。これをスローガンにして、県民運動を起こしたわけです、うん、そして、米軍に圧力をかけるために翌年の2月4日にですね、ゼネストを観光するというのを決めたわけですね、うん、ゼネストというのはゼネラルストライキと言いますけど、その地域の全ての業種が一斉にストに参加するということなんですね、うんうん、日本では行われたことはないんです、うん、沖縄でもこの時は初めてなんですね、うん、でゼネストが行われると観光庁も全部ストに参加するんですよ、うん、病院も、うん、交通手段もお店も、うん、米軍に働いている労働者全軍労もこれに参加すると言ってましたから、沖縄の機能が全部麻痺するわけですね、うん、でとてもじゃないけど米軍はこれを認めないと、電気水道もみんなストップするわけですから、うん、米軍これに対して米軍は触れを出しましてですね、
軍の従業員に対してこのストに参加をしたら全員クビにするとうんいいことを言ってきたんですね。さらに、沖縄県側に対しては琉球政府に対しては、米軍にはメンツがあるんだと、皆さんの要求とかゼネストの圧力をかけてそれで米軍が態度を変えれば自分たちのメンツはなくなると、だから皆さんの言うと一切聞かないと、うん、逆に B52 の撤去をしないと、あこんな感じだったわけですね。はい、ゼネストがあっても軍の指揮命令については一切邪魔をさせないと、変わってないんじゃないですか。今も何回言ったら余計飛行機飛ぶみたいな、そんな感じです、ね、この機会ですね。でさらにゼネスト自体は県民生活が傷つくんだと、その責任は全て琉球政府にあると、突入するとこのゼネストに突入すると琉球政府と米軍の関係がもっと悪化する、それは琉球政府の責任であると、まあ、こういうようなことを言ってきたわけですね。だからますます沖縄側は腹を立って、もう全県民規模でこのゼネストをやろうというところにあったわけです。で屋良さんはこの時は東京まで行って日本政府とも交渉しているわけですね、どうにか B50 に撤去させてくれと。しかし米軍は聞く耳を持たないわけですね。あ、日本政府です、はい、で屋良さんは追い詰められるわけですね。で下げたようにこのゼネストを主導した一つの勢力が全軍労なんです。全、まあ、軍で働く人たちですね。今は全中労という名前変わってますけど、当時全軍労というのは最も組合活動が非常に盛んなところだったんですよ。組合を認められたところから自分たちの結束でもって米軍の圧力を押し切って組合を作ったわけですね。だからとても結束力が強かったわけですね。ところがその全軍労が動揺してくるわけですね。このストに参加すると全員クビにするということを高等弁務官が言って、それを不礼として出してきたわけです。で一部の人たちはいや強行すべきだと、いや強行した場合は本当に、何千人、前によっては万単位でのクビ切りが行われると、その時にもう全軍労というのは組織が維持できないと、これはとてもできないんじゃないかと、で中で分裂が出たわけですね。 B52 撤去の 2.4 ゼネストを決行すべきだと、すべきではないと、で屋良さんは支持母体がそういうになっているので板挟みに遭うわけですね。だから米軍に話しても立ち上がらないんで日本政府に行くわけですね。それが日本政府は先ほど言ったように発言権がないわけです。でさらに米軍に交渉をした結果としてですね、米軍からは今のは暫定的な駐留なんで必要がなくなれば撤去すると言っていると、日本政府は早めに撤去の時期が到来するように希望すると伝えたというようなことなんですね。でそれであまりにも弱すぎるということで、佐藤総理、佐藤栄作総理大臣も屋良朝苗さんをお会いするんですけど、結局日本政府からは政府は誠意を持って交渉すると、これが限界であると、これ以上はアメリカに言えないと、ただどうにかゼネストは開示してもらいたいということなんです。人ごと感があります。人ごと屋良さんはここで日本政府にすがったのは、屋良さんは今ゼネストに突入すれば自分たちの組織部隊もバラバラになるわけですね。強行しようという組合もあるし、もうやめた方がいいという組合も出てくるわけですよね。どうにかして彼は回避したいと思ったわけです。その回避するための名目を日本政府から引き出したいと、日本政府がこういうことでアメリカと約束したよと言えば回避できるわけですね、はい、それを元に言ったんだけど全然政府からそれが出てこないわけです、でその時屋良朝苗さんに一緒に行った剣道協の亀甲さんという議長がいましてね、労働組合の総組合ですけど今の連合ですね。その人はあまりにも日本政府が制限ないということで東京からスト決行の指示命令まで出すというところまで行くわけですよ。でその時に日本政府の高官は屋良さんのことをこう書いてるんですけどね、
眉間に親指と人差し指で押さえてですね、苦悩の表情を浮かべてたと。これが屋良さん、縦じまに悩む姿を あのイメージの屋良さんの姿だったわけですね。ただ本土の政府の高官たちも、あの主席選挙の時には当然あの屋良さんが当選しないように動いてるんですけど、うん、実際の屋良さんに当たってみると、その人柄とか誠実さはあの伝わってきたと、うん、どうにかしたいという気持ちは起きたんだけど、うん、日本政府はもう何もできない、こういう状況だったわけですね、うん、でその時に佐藤総理の側近で木村さんという副官房長官、どちらにあの官房長官になるんですけど、この人がですね、屋良さんに話すんですよ。7月には B50 に撤去の見通しがあると。で佐藤総理もそのことを話そうとしたんだけど、総理大臣としての立場からそこまでは言えなかったと、うん、なんだったら私がそういうことを言ったというふうに出しても構わないというふうに言うわけですね。で屋良さんはこれにすがるわけですよね。そして沖縄に帰ってきて、沖縄のこの共闘会議の人たちに、米日本政府の首脳から B50 には遅くとも7月までには撤去されるという勧告を得たと。だから、この暴挙となりかねない 2.4 ゼネストは開票してもらいたいと強く要請をするわけです。で共闘会議はこれを受けて、あのこれを伝えたのが1月の末頃なんですね。1月の末日ですよ、はい、だから 2.4 というのを目前に迫ってるわけですね、はい、で沖縄でこれをめぐって、2日間にわたるものすごい大論争が行われるんです、はい、で人民党、社会党、観光労協職委員会はそんなあのあやふやな現地ではできないと、ストをやるべきだと、うん、で社大党、社会大衆党はあのストを回避すべきだと。そしてかなり注目された全軍労は最終的には、最初はねスト決行と言ってたんですけど、高等弁務官から全員解雇するというふうなことを不例として出したもんですから、法律として出したわけですよね。だからここでもう組織を守らなきゃいけないということで、あのスト回避に動くわけですね。そうすると他の組合たちも、あの全軍労がそういうんだったらストには参加するのはもう難しいということになって、スト回避の方に動いていくわけです。そして2月の2日の夜明け前にですね、徹夜で議論して夜明け前にゼネスト回避で決定をするわけです。そして2月2日の午前中にゼネスト中止の指示が出ると。でこれに対して納得がいかないという人たちはストのままストに突入する。で観光労は、あの5割年休10割年休を予定してたんですけど、あの5割が年休行使するということになりまして、ゼネストに変えて県民総決起大会というのが体で開かれたわけです。その時にストを決行すべきだという強硬派は、あの屋良主席に対してどんどん批判していくわけですね。でこの時に屋良さんは相当な板挟みにあったわけですよ、はい、でゼネストはどうにか回避されるんですけど、じゃあ日本政府 この木村副官房長官が約束した7月の B50 に撤去はどうなったかというところ、やっぱりできなかったわけです、その翌年の9月にあの大隊基地がタイにできて、その時に B50 には撤去していくわけ、沖縄から出ていくわけですね、はい、1年2ヶ月で遅れたわけです、うんうんうん、後々の話としてですね、この木村副官房長官はあの7月には撤去の見通しがあると言ったんだけど、この時は中にないんです、本当はなかったらしいです。口から出任せです、はい、お口から出任せっていうのはなんですけど、あの最初からシナリオを作っていてですね、はい、日米側でアメリカは一切に応じないという中継でいくということは、もうアメリカは最初から貫いているわけですね、はい、そうすると日本政府がどうにかしなきゃいけないわけですね、はい、で日本政府は少しぼかした形で期待を持たせる、はい、で責任ある総理大臣からの発言ではなくて、責任の軽いといいますか、副官房長官が、それを言うと。そうすれば屋良さんはそれにすがってくるだろうという見通しでされたと言われているわけなんですね、はいはいはい、だけど後で、まあ
実際に撤去していくわけですけど、米軍がその時に米軍から内部文書を見るとですね、あの沖縄とか日本本土で米軍に対して B52 を撤去させようという要求があると、はい、しかしながら日本政府からは米軍に対して何の要求も正式にはなかったと言います、はい、だけど米軍の判断としてこのままの、このままの騒ぎで放置すると沖縄での基地を維持することの障害になりかねないので、他の基地に移ること、大体基地ができ次第沖縄からの撤去をすることを期待したいというふうに米国の国務省から米国の国防省に手紙が言ってるわけですね。だからあの屋良さんに期待を持たせたのはあれはもう見せかけではあったわけですね。でも屋良さんは半分はそれ 嘘だと、見せかけだと分かっていたかもしれないけど、それにすがらざるを得なかった。で米軍は、B50 をそのまま置くともうすごい混乱が生ずるから、自分たちで他の基地を探して移りましょうということがなったと。これが 2.4 ゼネスト回避の実情なんですね。コープボーイさんがオスプレイの時も一緒だし、高江の時も一緒だし、予期国大の時も同じこと言ってるだろう、あの人たちできてます。そうなんですね。まあ、ここでちょっと歌でも聞いてみましょうか。はい、あの大工哲郎さんが歌ってるあのインターナショナル、労働家ですね、革命家といいますかね。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。有限会社三印刷はおかげさまで65周年、ビジネスの情報力、イメージをクリエイトする創造力、期待に応える技術力の3つの力に新たにドローン事業が加わりました。情報伝達を確かな力で、私たちは三印刷です。発行人の時間。
縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前城です。はい、今日は屋良朝苗さんの縦じわの屋良主席と言われた理由を掘り下げていただいています。はい、いろんなシーンで屋良さんは悩んでるんでしょうかっていうことですね。はい、最初はその米国住人撤去からあの爆発から起きた 2.4 ゼノストの摩擦の中でどうにか回避させたいといい時に思い悩んだ屋良さんの状況をご説明をいたしました。じゃあ結局ゼネスト起こらなかったんですか。ゼネストはなかった、うん、だからあのバラバラになったんですね。ストラキに入るところ半分だけあるところ、その代わりあの懸命総決起大会が開かれたということですね。でこの時ストをしておったらどうなっただろうかっていうのはちょっと分かんないですけどね。背中上城なんかはもうやれやれっていう方だったと思います ね、 ねどうなってたでしょうね。まあまあ、はい、それはもうちょっと歴史が分かんないんです、はい、でもそういうふうな中であの沖縄での祖国復帰運動、日本復帰運動どんどん進んでいくわけです、はい、で屋良さんは即時無条件全面復帰というのを要求するわけですね。即時というのはすぐに、条件をつけない。全面というのは、一部あの教育権だけを返還するとか部分的に返還するという議論もあったんですよ。だからそうじゃなくて全て返還する。でその時は核兵器はなしにすると、で基地は本土並みにすると、沖縄だけに基地の集中するということはやらないと、これを要求して日本政府とか米軍と交渉に入るわけです、ね、米政府と。しかしながらやっぱり日本政府はちょっと冷たかったんですね、うん、外務省あたりからはあの核兵器付きであればすぐにでも復帰はできますよ、とかですね、あの闘争をして力づくて沖縄をアメリカから奪おうとするつもりなのかと。そうするとアメリカからはあの敵に見られるぞとかですね。あ、じゃあ、本音としてはそういう雰囲気があったわけですね、はい、あるいは復帰すればそのうちに米軍基地は減っていくんだからそんなに強く言わなくてもいいんじゃないかと。ある検察大臣はですね、沖縄は甘えすぎだと。復帰すれば47都府県の中の1県にしか過ぎないのにそこまで、国の問題に口走り入れるというのは行き過ぎだとか、まあ、こういう発言も出てくるんですね。うーん、時の総理大臣としては自分の任期中にどうにかして沖縄問題を解決したい、沖縄の復帰が終わらなければ日本の戦後は終わらないということですからどうにかして推進しようとするんですけど、やっぱり日本の中にはですね、沖縄の意見に対して、甘えすぎだとかですね、勝手なことを言うなみたいな意見があったわけなんです。で沖縄、まあ、その中でもあの復帰についての交渉は進んでいくわけですけど、その中で最終的な日米の合意はですね、あの日本政府はアメリカの極東軍事政略、軍事政策に積極的に協力していくと。で沖縄の軍の基地機能は落とさないということでほぼ合意を向かっていくわけですね。核兵器撤去についても非常にあやふやな形になっちゃうわけですね。まあこれは後で分かったんですけど、後々は米軍は最初にはもう核兵器撤去してもいいという方針を持ってるわけですけど、すぐそれは出さなくて、その代わりそれを最後の切り札と使うことによっていろんなことで日本の情報を引き出していったというですね。だから沖縄の基地の自由使用というのは絶対譲らない、日本政府もそれに対して強く言えないというところで、まあ、まとまっていくわけです。これに対して沖縄側は反発して、この協定は核兵器を隠したものだと、軍事機能も維持していると、沖縄は本土並みにならないと、沖縄の過密な基地負担はそのまま維持されると、これを認めるわけにはいかない、こういうふうに なっていったわけですね、うん、その中で、この方針でアメリカ側と日本側の佐藤ニクソン共同声明というのが出されることになるわけです。
この時に初めて、日米の首脳が一緒に揃いまして、1972年中の核基地沖縄の日本返還を合意したという共同宣言を出すわけですね。これは1971年の11月の半ばです、うん、これは佐藤総理にとっては大変な成果なんですね、はい、で当然この沖縄日本に佐藤栄作が戻ってくるときに11月26日に佐藤総理は帰国するわけです。で日本政府からは屋良主席に対して羽田まで出迎えに来てくれとこういう要請をされるわけですね。でその時に、屋良主席がそれを受けて羽田まで佐藤総理を出迎えるかどうかということが非常に大きな問題になるわけですね。なんでですか？これはこの日米共同宣言が核兵器の問題とか沖縄軍基地の削減のものは一切触れてないと。あ、沖縄基地の固定化を狙ったものだと、はいはい、それに県民として賛成するとか喜ぶということを見せるわけにはいかないと。あ、はいはいはい、あ、まあ、実際にその時の共同声明の中で、まあ、後々分かったことなんですけど核兵器をいつでも持ち込みすることができますよとか、米軍は日本はこの核兵器の持ち込みに対して一切ノーは言いませんとか、あるいは沖縄の基地の高級収を認めますよとか、米軍の資産は日本政府がお金を出して買い取りますよとか、今裏金をたくさん出しますよということを約束しているわけですよね。うーん、で沖縄側ではこの11月26日の佐藤総理の帰国に費用を合わせて、復帰協の抗議県民大会を開くというようになっているわけですね。これは自分たちが望んだ復帰ではないということを言ってたわけです、うん、で屋良さんはどうなったかというとこう板挟みなんですね、はい、1970年の復帰が実現できるんだと、不満は残るもののこれは国に対して儀礼を尽くさなきゃいかんと。で彼は上京して羽田に出迎えに行くということを考えるわけですね。なんか屋良さんって本当にいい人なんですねで佐藤総理に対して儀礼を尽くしてお礼を言った上で、うん、沖縄の県民の声を伝えて問題点も伝えたいとこういうふうに言うわけです、はい、これは支持団体とか各与党はですねこれに対して反対なんですね。屋良主席が上京すると歓迎県民が歓迎しているという誤解を与えかねないと、うん、行くべきではないってことなんですね、うん、で特に自民党の佐田上郎は強硬に反対しているんですね、うん、で屋良さんは他の政党はさほどでもないというふうに見るわけですよ、うん、だからどうにかして、東京に行きたいと思うわけですね、うん、ところがその日の夕方になると各与党団体が全員揃ってですね全員で話し合って状況に反対するということを伝えに来るわけです、うん、つまり沖縄で県民大会抗議の県民大会を開いている時期に主席が総理を出迎えるというのはこれはおかしいと、うん、県民許さないと、ね、うん、思いとどまるようにと言うんですけど屋良さんは悩んだ末に上京することに決めるわけです、うん、で飛行機に乗るわけです、はい、ところが羽田に着いた時に出迎えた前の日に着くわけですね。出迎えた総理府の役人にせっかく上京はしたんですけど明日はとても羽田には行けそうもないというわけです。これで今度は東京で大騒ぎが起きるわけですね。矢田さんは、まあ、日記に書いてあるんですけどホテルに向かう車の中でもホテルでももうずっと考えてと。ああもう東京には来てるけどはあ。でベッドの周りを歩き回って一晩一睡もできなかった、はい、全く寝ないで考えたっていうのが初めてだと、うん、私が羽田に行けば総理を迎えてお礼を申し上げるだけじゃなくて万歳三唱にさせられるだろう。あそしてそれは本土にも全国に報道されると。そして沖縄の主席も来てます喜んでますというふうな形になるはずだ。でその時に沖縄では支持団体は抗議大会を開いていると。これはもう漫画と
漫画でしかないと、このような状況で何をすべきかと、私は沖縄の世論を分裂することはしたくないって考えるわけです。で、夜が明ける頃にようやくもう早出来中止の考え方を固めてですね、談話もまとめるわけです。薩摩の時もありましたよね、こんなのね沖縄でこういうのが続くんですね、政府側は何度も何度も繰り返しに屋良さんを説得にするわけですね。で、その、指摘が戻ってくる当日も2時間にもわたって説得されるんですけど、屋良さんはもうこの後は私の決定に任せてくれと、報道陣には何も聞かないでくれと、言ってその日はホテルに閉じこもってテレビで出迎えることにしたということになるわけです。とても人間らしいですね、翌日外務大臣と総理大臣に面談を申し入れるわけですね、で、その翌々日、28日にですね、外務大臣とか総理大臣に会うことができるようになったわけですね。で、その総理大臣はその時にですね、こう言ったと言われるんですね。佐藤悦子は、君も僕も大人だと、よく分かってるから気にすることはないと言われて、屋良さんはさすが総理になるような人だと、人物が大きいとこう感激するわけです。その時の外務大臣の言葉は我々から見ると非常に引っかかりを感じるんですね。当時の愛知外務大臣は、沖縄の基地は全時縮小が進むのははっきりしていると、我々の予想より急テンポで縮小するのではないかと、それから復帰準備のための協議会に主席は正式メンバーにはなれないが、実質的なメンバーとして発言ができると、沖縄の発言が十分取れて準備を迎えていくと、こういうふうに言われるんですよ。ところが実際のその後の復帰に向けての準備協議会では、オブザーバーなんで発言権はないんですよ。で、当初は日米と対等の位置だと言われたんですけど、ほとんど相談なし、相談もされることなくて復帰の準備が進んでいくと、逆に復帰に関しての日本政府の状況が沖縄側には全く伝わらないというような状況に追い込まれてしまうわけですね。沖縄抜きで、沖縄抜きです、ね、話が、はい、それはなぜかというのは、想像しかできないんですけど、ものすごくタイトなスケジュールで詰めていくと、その時にアメリカと日本が交渉をしていく、法律もたくさん作ると、で、沖縄にいちいち説明する時間がない、でも沖縄が行ったら、沖縄側に漏らしたら必ず反対されるようなことをたくさん織り込んでいくわけですよね。都合が悪いってことですよね、でアメリカとの秘密のいわゆる密約もたくさんあるわけですよ、それを沖縄側に知らせるわけにはいかないということで、逆に沖縄は蚊帳の外に置いていて、最終的にまとまった段階でそれを押し付けるという方向に行くとになるわけです、時間がなくなってきたんだけど、そういうふうにやっていって、71年の6月の17日、さっきは70年の11月の27日かに佐藤栄作は日米共同声明をやって帰ってくると、で翌年の71年の6月17日に返還協定調印式というのを行うわけです、これはアメリカと日本の衛星での同時中継方式なんです、でやはり日本政府からは屋良主席に上京するようにと、この調停式に参加するように言われるわけです。でも前の経験がありますから、屋良さんはこれ断るわけです、かといって政府との中もあまり険悪化させたくないということで、副主席を派遣するんです。この副主席も副主席という肩書きじゃなくて別の肩書きで行かせるんですよ、でも副主席、屋良さんの代理として扱われるということになるわけですね。でそうして輸出にしていて、その71年の11月17日に、その11月にですね、沖縄返還協定とか沖縄返還に向けていろんな法律を審議する沖縄国会というのが開かれるわけですね。この沖縄国会が開かれる間際になっても沖縄側は何の情報も持たない、でそこで屋良さんはその沖縄国会の前に沖縄の意思表示をどうにかしなきゃいけないと思い悩むわけです。これ
この時に沖縄県側は県議書を作って国会に提出しようというふうに図るわけですね、はい、この時も大きな問題が起きます、はい、それはまた次回です、また来週、はい、これが矢田さんの最大の悩みになるかもしれませんね、うん、それをやって矢田さんの8年間の行政経験の時に本当にいろんな事件が起きたんだなというのは振り返ってみると思いますね。まゆゆさんもメッセージ来てました。教育者としても素晴らしい方です。でも元そういう方なのにこのすごい大変な時代に、ね、政治家として、うん、本当ですよ、ね、まあ、またこれは続きは来週ぜひお聞きください。はい、はい、沖縄手帳発行人の時間、はい、この番組は三印刷の提供でお送りしました。はい、じゃあまた来週矢田さんの続きいきたいと思います、はい、トークボーイさんもメッセージありがとうございました。